Rallies。ビリギャルっていう映画を見て、なんかすごい心を動かされて、すごいみんなから感謝してもらって、で胴上げとかもしてもらったので、本当になんかいいチームだなって思う瞬間はいくらでもあります。はい、皆さんこんばんは。ラリーズ編集長の山下です。2024年秋の関東学生リーグ男子一部で優勝した早稲田大学、今回はチームの裏方として SNS や YouTube で発信を続けているマネージャーの小山さんにインタビューしました。今学生卓球界一発信が盛んと言っても過言ではない早稲田大学は、印象的なモチベーションビデオなど小山さんの動画を使った発信でプレーだけでなく学生卓球界を盛り上げています。実は高校時代から卓球部のマネージャーだったという小山さんに、マネージャーになろうとした経緯や早稲田大学を目指そうとしたきっかけ、今後の展望などを伺うと面白いエピソードが多数飛び出しました。一番最初の卓球との関わりからお願いします。自分は小学校から卓球をしていたんですけど、で小中高ってやってて一向に強くならず、小学校はクラブチームで、そうですね、けど全然強くならなくて、中学校でも強くならず、ホカバとかも行かずみたいな、いやもう何もないです。高校1年生の時に敬愛高校って言って、地元ではずっと1位みたいな感じの高校だったんですけど、高1の終わりに監督の先生からマネージャーにならんかと言われたんですけど、僕はその時はもうマネージャーなんて選択肢なかったので、戦力外通告を受けたような気持ちになって断ったんですけど、その時はそれが最初にマネージャーっていう言葉が僕の人生に出てきた初めてのタイミングだったんですけど、高2の時に早稲田を目指そうってなったんですけど、早稲田を目指すにあたって自分は早稲田に行ける学力なかったので、たくさん勉強しないといけないってことで勉強時間も確保しつつってなるた時に、選手だけじゃなくて、まあ、マネージャーっていう選択肢がそこで出てきて、監督からお話しいただいた半年後くらいのことなんですけど、でそれでまたマネージャーっていうのも考え出して、 J リーグのホペイロっていう、まあ、マネージャーみたいな役職の人のなんかドキュメンタリーをその時に見てかっこいいなと思ったりとか、なんかいろんな要因もあってマネージャーでも自分はいけるかもしれないって思って、その時にもうなんか卓球は踏ん切りついてマネージャーになったっていうのがきっかけです。突然早稲田に行こうと思ったところもなんでなんですか？早稲田に行こうと思ったきっかけはいろいろあるんですけど、まず僕あんまりそもそも大学に行きたいっていうのも特になくて、高校でも全然勉強はしてこなかったので、僕定期テストで一回自信を取ったことがあるんですよ。真面目に勉強して、でまあそれぐらいなんか勉強とは無縁だったんですけど、でもビリギャルを見て、映画のちょうどその時に思ってたことがあって、なんか周りの部活のみんなが県内で1位だったりとかいろいろ活躍してる中で、自分は何なんだろうではないですけど特に何もないなっていうのを思ってた中で、そのビリギャルっていう映画を見てすごい心動かされて、慶応がモデルなんですけど、その映画はでも卓球が強いの早稲田で、モチベーションビデオとかで早稲田かっこいいなって思ってて、それで親に家に帰って聞いたら慶応と早稲田が一緒くらいのすごい学校であるっていうことを知って、これなら早稲田だろうってことで早稲田が志望校になりました。あ、じゃあそんなどれくらい賢いかとかも知らないぐらいの勉強への興味のなさというか、なんか大学名は知ってるとこは全部卓球で知ってたので、大工大とか明治とかそういうとこは知ってたんですけど、その慶応も僕ビリギャル見て知ったんですよ大学。それくらい全然無頓着だったんですけど、いろんな要因が重なって早稲田行きたいなっていうことで、長い道のりだとは分かってたんですけど行こうと決めました。はい、マネージャーっていう選択肢が自分の中で再び出てきた時も簡単にはいかなくて、監督にマネージャーになりたいですっていうのを伝えたんですけど、僕がさっき言ったみたいに定期テストでずっとクラスで最下位だったので、急に早稲田って言って当然なんですけど信じてもらえなくて、であとまあ僕そのタイミングで勉強に費やしたいから、朝練の時間もその時間は勉強して、でマネージャーとしてなんかできること探してっていうのを、辞める選択肢はなかったので部活、そういうのを言ったんですけど、まあ最初はまあ信じてもらえなかったというか、その次の模試でなぜか急に偏差値が30上がって、それでちょっと風向きが変わって、マネージャーとしてもなんかいろいろできることを探してたらいろいろ見つかってきて、なんか最初の方は本当に迷走してて、マネージャーとしてできることって何なんだろうと思って、最初球拾いをやろうとしたんですけど、球拾いずっとするのもあんまり部にいける意味ないなと思って、モチベーションビデオのことを思い出して、インターハイと選抜の前に年に2回気合のモチベーションビデオを作って選手に
の士気を上げれたらなということで、編集は今まで全然したことがなかったんですけど、早稲田のモチベーションビデオを見て、本当に最初はその真似みたいな、もう全部そのまま敬愛で動画撮り直して、あの編集を真似してどうやるんだろうと思いながらっていうので、ずっとそれから高2高3 4本のモチベーションビデオを作りました。お、はい、早稲田はモデルとして高校で、はい、動画編集はもう本当に一切やったことなくて、もう早稲田がもうモデルでずっと作り続けて、でだんだん編集もこうやるんだって分かってきて、オリジナリティ加えていったりとかして、高3のモチベーションビデオはもう真似ではなかったんですけど、まあ早稲田見て覚えた編集使って自分の動画作って、で、まあ、今そのモチベーションビデオ自分が早稲田の方作れてるっていうのは本当に嬉しいです。そのモチベーションビデオを見た同期とか後輩先輩とかどういう反応なんですか？一番印象に残ってるのは高3のインターハイの時で、まあ、高2はなかったんですけど、コロナで中止になって、なので自分たちにとって最後のインターハイでみんな気合い入ってて、で自分もモチベーションビデオもう気合い入れて、もう何ヶ月も前から準備して作ってたんですけど、自分があのインターハイの会場に行くことはできなくて、コロナで人数の関係だったりとかもあって、まあ、自分は残って受験勉強するっていうことになったので、同期はほぼみんな会場に行って試合だったりとかするんですけど、自分だけ行けないってことで、僕がチームのために最後できることっていうのが、そのモチベーションビデオをみんなの前で見るっていう、その場が最後だったので、今までは多目的ホールでみんなで見てたんですけど、その時は体育館用意してもらって、もう体育館のスピーカーででっかいスクリーンでみんなが見てくれて、すごいなんかみんなの反応がもう印象に残ってて、終わった後なんかすごいみんなから感謝してもらって、胴上げとかもしてもらったので、すごい嬉しかったです。確かに、はい、なんか、はい、青春って感じの。そうですね、なんか、はい、高校時代はじゃあ結構マネージャーとしても成長し充実したところだったと思うんですけど、はい、浪人したと伺ったんで、はい、なんかその辺のどうだったんですか？早稲田に行くって決めて、その選択をした以上やっぱ早稲田に行きたいっていう気持ちが強かったので、そこにはこだわりたくて、そのまま別の大学に進学するっていう選択肢もあったんですけど、まあ、浪人してもう1年勉強して早稲田に行こうっていうのは決めてきて、浪人の6月とかは本当にやる気がなくなったんですけど、その時にもうお年玉で1回早稲田に来たんですよ。キャンパスに来て、鳥取なんで離れてるからなかなか行けないんですけど、その時はまあお年玉があったので、親に行ったら反対されそうだったので、予備校に行くって言って朝の7時くらいに自転車で家を出て、そのまま空港に向かって東京に行き、ちょっと早稲田見て、モチベーションがすごい上がったので、そのモチベーションを上げた状態でまた飛行機に乗って帰ってきて、まあ、夜10時くらいに着いて帰ったら、まあ予備校から帰る時間なんで、親は多分これで見て知ってると思うんですけどそんな感じで、まあ、モチベーションも上げつつ、早稲田じゃなかったら卓球部にまだ入ってないですし、それもあって早稲田っていうのはすごいこだわりがあって、で無事合格して、そうですね、はい、合格して本当に嬉しかったので、でまあ1年間旅行できなかったので、その分旅行とかもしながら行きたいなと思って、鳥取から東京まで自転車で行きましたもう変なエピソードが多いようやく早稲田編で迷わず入部して、来た次の日に練習場行くってなったんですけど、経営の同期の三宅が練習場行く前になんか呼ばれて、女子と OB 会長の笠井先生の食事会みたいなのに練習場行くよりも先に誘っていただいて、自分は何も知らなくて、とりあえずその場所に行ってみたら、ほぼとんど初対面の女子の先輩方そして笠井先生の中に僕が一人初めましての状態で来てっていうのがマジで印象に残ってて、初日はその印象しかないです。その後に、まあ、卓球場に来た時の印象はもうあんまり覚えてないです。最初からなんかあったかいチームだなっていうのは感じてて、その通りでした。お、はい、で1年目をマネージャーとして少し変わらず動画編集して、はい、いや毎回モチベーションビデオ作って、そのミーティングルームっていうところでみんなで見るんですけど、すごい感謝してくれますし、第1回モチベーションビデオはいつ、春リーグの前ってこと？1年、まあ、春リーグの前にモチベーションビデオを作ったんですけど、1回目は自分っぽさはなかったというか、結構チキって作った感じは今思えばあって、で逆に秋のやつは自分の編集どうだみたいな感じで編集を見せつけるような編集になっちゃって、ね、なんか今見たらうわここ幼稚だなとかそういうのはあるんですけどそういうのも踏まえての今年みたいな感じなので、年々進化していってる
つもりではいます。でも毎回毎回みんな見て反応が温かいというか、はいはい、モチベーションビデオを作るシーズンになったら会話にモチベーションビデオっていう単語が出てくるので、うん、すごい嬉しいです。はい、じゃあせっかくなんでこの優勝したシーズンについて詳しく聞きたいなと思うんですけど、はい、リーグ始まる前に優勝に向けてモチベーションビデオとか準備し始めると思うんですけど、はいはい、その辺の合宿の話とかどんな感じで過ごしてたのかとチームの雰囲気どうだったか。モチベーションビデオ特にその最初の春の動画とかは練習場中心でいい動画作ってたんですけど、うんうんうん、選手からすると試合がやっぱ試合の時の自分を使ってほしいっていうのがやっぱあったみたいで、最近はもうほぼ全部試合から更新するようにしてるんですけど、今シーズンは試合のかっこいいところだけを使うっていうよりも本当にいいチームだったので、チームのストーリーみたいなのもちゃんと取り上げたいなと思って、夏に富山であった富山合宿でのミーティングとかそういうところからみんなの気持ちを汲み取るみたいなのを、まあ、自分の中でテーマにしてて、富山合宿で本当にチームが一つになったなっていうのは多分みんな共通して思ってることだと思うんですけど、何回もミーティングして1時間とか2時間とかすごい長い時間して涙ながらに語る選手マネージャーもいて、その中でなんかみんなが初めて腹の内を終わって話し合った場所だと思うので、このチームになってからはその時になんかみんなが今まで思っていたこととか優勝に対する思いとかをお互いが共有したの で僕はそれをずっと動画に撮ってたんですけど、それは本当に動画に撮れてよかったですし、本当にチームとして大事な時間だったなっていうのは思ってて、あれ以降なんか本当に方向がもう一個に固まったっていうのは本当に思ってて、モチベーションビデオだけじゃなくて今回は今までのリーグ戦の動画を編集して球拾いのシーンをカットして、まあ、見やすくするのプラスでサーブごとレシーブごとって言ってラリー分けて、サーブごとレシーブごとの2つでまとめてつなげてっていうのを毎回作るようにしてみたんですよ。それ共有して、で選手間でも分析しちゃうんですけど、リーグ戦が近くなったらグループラインにそれぞれが分析し合ったこととかそういうメモが飛び交ってて、その文面だけでも熱くなりましたし、出る人出ない人と関係なく優勝に対する思いがみんな一緒だっていうのはいろんなところから伝わってきたので、自分もそれをしっかり外部の人にもこのチームの良さっていうのをカメラに収めて編集して広めていきたいっていうのが、まあ、自分の役割だと思ったので、そういうのを心がけました。あとそうやってサポートメンバーもいろいろ工夫をして、で選手も今回浜田君とか声に出してチームを全体を鼓舞するっていうシーンが多くて、そういうの見ると選手がどれだけこのリーグ戦にかけてるかっていうのはひしひしと伝わってきて、それで自分たちもこのチームを支えたいっていう気持ちになりますし、逆に選手もなんかサポートメンバーがこんだけ一体となって動いてる、だから自分たちも絶対に頑張ろうってそれに応えるとっていうのを、まあ、あの聞いたので、お互いがお互いを刺激し合えてるっていう意味で本当にいいチームだなっていうのは思いました。いい話ばっかり出てくるな。デリーが始まって、じゃあもう前半戦快調なペースで1日目はもう確かに多分明治にも8年ぶりに勝って、うん、でいい雰囲気で終わって、で2日目迎えた日大戦だったんですけど負けちゃって、次の試合も仙台で春負けてるとこだから優勝する上では絶対勝たなきゃいけないっていう2試合がその日にあって、で1試合目で負けちゃって、やっぱ負けた最初は結構チームも沈んでたんですけど、次の試合が始まるまでもう1時間ちょっとしかなくて、その間にやっぱ切り替えないといけないっていうとこだったんですけど、このままズルズルいっちゃうのかなみたいな、言葉の上では切り替えれるというか、表面上は切り替えれても心から切り替えれてはないなっていうのはチーム全体の雰囲気としてはまだあってたように思われたのですが、浜田君がすごい声掛けを頑張って、自分もすごい落ち込んでるところはあると思うんですけど、それでももう全然出さずに声に出してみんな鼓舞して、集まった時にそういう時間があって、で僕が作ったモチベーションビデオをみんなが一つのパソコンで見てくれて、その時間帯にそれでもみんながなんか切り替えようって言って、切り替える道具としてモチベーションビデオを使ってくれて、僕は本当にそれが嬉しくて、それで実際仙台戦もあの勝つことができたので、微力ではありますがチームに貢献できたな部分は多少あるのかなっていうのは思ったし、いいチームだなって本当に思うのは、まあ勝ってる時はみんな思うとも思うんですけど、僕は今回今シーズン一番いいチームだなと思えた瞬間はまさにそれで、そういう辛い時にその人たちの本性が出るというか、そういう時になんかみんなそういう雰囲気のチームだったので、本当にいいチームだなっていうのは感じました。この後お3回も勝って中断期間があって、はい、あの時もなんか中断期間にインタビューした動画上がってなかった？
荒井。あ、そうですね、中断期間あって4年生が最後なので4年生 の紹介ビデオというか一人一人作ろうと思って、中断期間中の雰囲気とかも結構動画に上げたんですけど、ミーティングまたやったんですよ。前半戦が終わって最高台の次の日に昼からみんなで集まって、そのミーティングの時に全然誰一人として油断はしてないというか、優勝のチャンスが残ってる中での中断期間は久々だったので誰一人としてやっぱ油断はしてなかったんですけど、その中でも5年生のギマさんが1年生の時に似たような状況で逆転負けをした、自身の体験をもとに再びチームの気を引き締めるような声をかけていただいて、それでやっぱまたまたいいチームだなっていうのは思いましたし、本当になんかいいチームだなって思う瞬間はいくらでもあります。はい、中断期間挟んで後半戦になったんですけど、マネージャー的なことで言うと、今まで僕インスタグラムのストーリーで速報配信してるんですけど、自分の中でちょっと変えようと思って後半戦からちょっとテイストを変えたんですよ。今までは動画を上げてインスタのストーリーの機能でテキストを打って結果やってたんですけど、動画結構飛ばす人が多くて試合の結果もちょっと見づらいかなっていうのは思ってて、スコアを出すのといいプレーだけ切り取って出せる時に動画を載せるっていうのに切り替えたら評判良かったので、そっちの方がいいのかなと思ったんですけど、数字の改善したっていう、はい、そういう改善は自分の中でもして、そういう準備も中断期間にできたので、 あとはまあ動画の内部で共有する試合動画の編集とかも、まあ、今まで以上にペース上げてやったりとか、チームのために貢献したいっていう気持ちよりはむしろ自分にできることを思いついたらとりあえずやっといて、もしかしたらあれをやっといた方が多少はチームのにとって良かったのかもっていう思われることは全部やろうと思って、結構いろいろなことをやって、それがチームに乗って良かったかどうか分かんないですけど、まあ優勝したので OK です。はい、優勝した瞬間やっぱ泣いてましたよね。そうですね、動画撮ってたんですけど手がブルブルで今までで一番ひどい動画で、しかもなんか僕の手の震えとおいつによって本当に見るに耐えない映像が撮れたんですけど、しかもこれまだみんなに言ってないんですけど、優勝の瞬間シャッターボタン押してなくて、自分のカメラで動画撮れてなくて、はい、それでいただいた動画で優勝ビデオ作ってるんですけど、カメラマンとしては結構あれだったんですけど、まあ、それ以上に部員として本当に嬉しかったし、優勝した後になんか保護者の方々とかチームに関わってくださってるいろんな人の顔が思い浮かんできて、そういうのも相まってドワッときました。もう本当に優勝した瞬間はもう頭がナックルでした。はい、挟んできた急に。そうですね、あと優勝した後には体育館の真ん中でみんなで歌った宮古の西北が今までで一番気持ちよかったので、本当になんか幸せだったので、うん、人生で一度は味わってみたいって思ってたんですけど、逆にもっと春も秋もまだまだ味わいたいなって思いました。逆にむしろ、まあ、優勝してからはチームの SNS とか見てくださる方も増えたので、その分注目度が上がった分自分ももっともっと見る人を魅了できるような動画だったりそういう投稿だったりとかしていきたいので、注目度が上がったチームの看板になる部分も自分が担ってるわけなので、そこは責任を持って進化しながらもっといいのを作りたいですし、2週間後に新宿と新大久保の大型ビジョンで自分が作った早稲田のみんなの動画が流れるんですよ。はい、それなので今までよりの何倍も世間の方に見てもらえることになるので、本当にそれに見合った看板作りをしていきたいですし、より多くの人にこの応援してもらえるチームの雰囲気を広めていけるような発信をしていきたいと思うので、今はまずその大型ビジョンの動画の編集が15秒か30秒の時間なので、そんなに短い秒数で作ったことがないので、その短い秒数でどれだけこのチームの良さを伝えれるかって考えたらまだ分かんなくて、良さげなシーンも見まくっていろいろ模索中なんですけど、それもありますし、本当に作りたかった優勝ビデオが作れるので優勝ビデオを楽しみにしていただけたらと思います。せっかくなんで最後にマネージャーから見た早稲田大学卓球部の魅力とは、はい、選手のかけてる思いが支える側にも伝わってこの人を応援したいって思えるっていうのと、サポーターがすごい頑張ってて選手がそれに応えたい、自分たちも頑張らないとっていうのでモチベーションを受けて頑張るっていうのがお互いにこう作用してるチームだと思うので、そういうチームはなかなかないと思いますし、それがいいと思います。小山さん、取材ご協力ありがとうございました。実はラリーズでも一部動画編集を手伝ってもらっていたり、吉村真晴選手の YouTube チャンネルである真晴チャンネルにも登場していたりと、卓球界の動画に多く携わっている小山さん、視聴者の皆さんはこれからも数多く小山作品に触れていくと思いますので、ぜひ温かい目で見守ってあげてください。
頭がナックル T シャツを作ってほしいと熱い要望が小山さんから届いているので、数量限定で作るか迷っています。コメントでどうすべきか教えてください。ご視聴ありがとうございました。 Rallies